皆さん、こんばんは、お疲れ様でした、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の19日、22時、2分先ほど、試合が終わりました。侍ジャパンの皆さん、優勝おめでとうございます。お疲れ様でした。今日の試合、まあテレビの放送は19時から、試合自体は18時からという状況で、最初、点を取られた時が、まあ、ショートへのライナー、まあ高さでいうとギリギリ、まあ、届く範囲なんですけども、もう紙一重ですね。まあ、速いライナーで、まあ、補給ができなかったと。小園選手自体は調子が良かったので、まあ、こういうふうな、場面が来るだろうなということはあらかじめ今までの世界戦で想定していました。逆境が来ると。だけども必ず追いついて逆転すると。まあもうそういうふうな覚悟で、取り組んでましたね。まあピッチャーが変わった時とか、まあ最小制球力、ちょっと難しそうな入り方だったと思うんですけども、早い段階で、調整すぐにつけて、対応できていました。まあ各いろんな場面、さまざまな内容いっぱいあったと思いますけども、もう最終の、10回裏のあのサヨナラのシーンですね。まあまずその表の、1点取られた時、まあノーアウト1、2塁からですからね。まあ狙い通り、しっかりとゲッツーを取れたところまでは想定通りだったんですけども、1点取られたと。まあ出だしはノーアウト1、2塁からですからね。まあある意味しょうがない。ただしこちらもノーアウト1、2塁から試合が始まる。しっかりバントで送って、まあワンヒットで帰ってくると。まあどちらかがヒットを打てばいいと。だから状況としては一人目の選手がまず犠牲フライでしっかりと追いついたと。バッターは万波選手に回ってきて進行敬遠で埋まったと。場面はもう出来上がってるんですよ。今大会調子の良かった、その後も調子の良い選手で門脇選手セカンドしっかりとした野手の間を見て、そこへ、ね、めがけてボールを打ち込んだと。鋭い打球で見事でした。こちらもそういう場面しっかりと想定して言葉を投げかけて、まあ、対応できたなと思います。今日の試合自体、そう、牧選手のホームランの時はそうでしたね。その少し前までカーブを振りに生かされてで、まあどちらかというと、その時の韓国の選手のピッチャーはカーブのコントロールが良くて、まあ最初に、最初というか、まあ決め球の一歩前の時のカーブが高めから、ストライクゾーンに入ってくるボールであると。で、三振を取りに来る時のカーブが、まあ、真ん中からやや低めぐらいのところから、完全にボールゾーンになるボールを、投げ込んできてると。カーブを狙いに行ってもそのボールを狙ってしまうとやっぱり空振りになる、可能性が高いであると。もうワンバウンドになるような近いようなボールでしたから。だからまあ組み立て方も良かったし、相手はカーブを投げてきたら必ず曲がってきてるなと、それが分かってきてましたから、牧選手に対して、まあ、牧選手に対して言うというよりも、日本のベンチに対してですね、腰から上の高めのカーブを狙っていきましょうと。まあ、それを伝えて、こちらの頭の中でイメージしていたのは、淡井圭介の頭の中を、バットコントロール。もうそこに一点に絞りましたね。普段はバットコントロールプラス選球眼なんですよ。まあ、この辺のところは、まあ、しっかりとハマったら、どちらか片っぽだけにしてはまれば、やっぱり良い結果が出るんですよ。だからそこでもし相手はボールゾーンにボールを投げてきたら、まあ、その時は、まあ、失敗してしまうと。まあ、だから最後の方の場面の、まあ、8回か9回のあたりで、左バッターのその内角高めのボールを振らされていた時
が、まあ、ちょっとそういうふうなケースだったんですね。言葉の組み上げが一応そのバットコントロールプラス旋球眼という形に持っていこうとしてたんですけども、組み上げ自体が追いついてなかったんですよ。相手が投げるのが早くて、まあ、できるだけ日本人選手がバッターボックスでしっかりと映ってる時にしっかりとその言葉の組み上げをしたいんですね、こちらとしては。それでしっかりと頭の中行きますんで、途中でね言葉が間に合わなかったりしたら、まあ、それはそれでなんとか頭の中をしっかりと送る、わずかでもとにかく送って、まあファールでカウント稼いだりだとか、まあそういうような形にある程度持っていけるんですけど、まあ、完全なボール球内角高めのところ、あれを振りに行くとやっぱりちょっと難しいですね。まあそこは相手のそのスライダー云々があって、まあツーストライクという場面もあって振っていかざるを得ない場面もあったと。まあだからある程度はああいう分はしょうがないと。まあその場面が、まあ、的確にこちらも把握できてましたし、まあ、選手の方たちも把握できていたと思います。返ってきている言葉の返答を、こちらもしっかりと確認できてますから、しっかりと意思疎通が出来上がった、侍ジャパン、侍ジャパン井端監督としては、素晴らしいスタートが切れたと、思っています。しっかりとお互いに意思疎通ができた。あと野球の質ですね、しっかりとした野球ができたと。ここですね、大きなところは。延長戦でノーアウト1、2塁からの試合の行い方、もう絶対あのパターンですね。まあ、もちろん、表の回に、まあ、点を取られた、取られてないとか、何点取られたかによって場面が変わってくるかと思うんですけども、行い方が。まあ、1点、リードされてる部分だったらもう絶対バントで送ると、あとはランナーが2人しっかり帰ってくれば逆転できると、ワンアウト2、3塁のケースを作れた時点でかなりこちらが優位になったと、まあ、そういう状況ですね。しっかりと、見事にはまった王道の野球できたと思います。皆さん本日はお疲れ様でした。ファンの皆さんも、淡井圭介の動画を見ていただいた方も、お疲れ様でした。どうも見ていただいてありがとうございました。それでは関係者の皆さん、この野球の力をしっかりと、侍ジャパンとして、継承していただいて、これから先、試合に取り組んでいただけたらなと思います。以上です。皆さんおめでとうございました。お疲れ様でした。